メインジェットがね、80番が入ってますね。いくよ。取れたか。福神チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、福神チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。ベスパやっていきます。年内最後のベスパになると思います。今日でね、ある程度エンジンかかるところまでやっていきたいと思います。ちょっとさ、先っぽから交換しようと思ったんだけど、点火コイルとプラグケーブルがモールド式、一体の機種は別売りのケーブルジョイント J1 を使用し装着してください。こっちにつけて、これをここに刺して、ギュッて刺して、で、これでいいんじゃね。よし、オッケー。ニコニコニコイチレーシング、ちょっと余ったから何かに使おう。組む前にキャブレターも掃除してから、せっかくだから組みましょうと。グランドピアノみたいなのが多分ね、エアクリーナーですね。こんな構造です。はい、まあ綺麗でしょ。なぜなら以前に掃除したからですね。で、ガスケットも大丈夫と。よしと。いいね。メインジェット。スロージェット。メインジェットがね、80番が入ってますね。多分純正よりはちょっと穴が大きいのではないかな。で、こっちがスロージェットですね。50って読むのかな、うん、で、ロールトって書いてるキャップがついてます。これはピアジオのマーク書いてるから純正なのかな。最初にアクセルワイヤーつけばいいのだ。なんでだろう。よし、いいかな。したらチョーク、ニポニポ、オッケー、シュッ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 、オッケー。よしと、たらたきゅうびんが来た。やべえ、このタイミングでたきゅうびんが来た。こんにちは。すいません、ちょっと手が離せないのでそこに置いといてください。すいません、ありがとうございます。 OK OK、 よし、雪降ってき、結構雪降ってきたんですけど、よし、オッケー。これはできたんではないでしょうか。できたんですね。さて、じゃあエンジンかかるかやってみっか。なんだ。はい、キックが降りない原因分かりました。これがしっかりはまってなくて、これにカバーに干渉するです。よかった。組む前にクランクが回ることは確認してたからね。もうちょっと奥に入れてやりましょう。
部品なんか落として噛み込んでギア回んないのかと思ったよ。したら終わりだからね、全バラだからね。また、まあ、ハンドル周りは直さなくていいけど、またワイヤー外しからしないといけないからさ、それは死ぬって思いました。あら、当たるなぁ。ガラガラ言ってんね。火花出てくれよ。出てる出てる、オッケー。これはかかるパターンだ。演奏系は問題ないな。ちょっと濃いめです。50対1で作ろうと思ったけど間違って多分35対1ぐらいになってます。あ、取れないこぼしたけど大丈夫、すぐ拭けば大丈夫、すぐ拭けば大丈夫いきなりやらかすかよ。一応ガソリンには強いっては書いてあるよし、OK、燃料コックを開けましょう。いくよ。なんだ、走れそうだ。電球つけてなかった。そう言われてみた。よし、思想に行ってみたいと思います。2022年も間もなく最後ですね。なんとかハンドル回り汚ねえ、間に合った。なんかここなんか変な音する。おお、でも走るじゃん。ちゃんとブレーキが怪しい。リアブレーキは大丈夫だ。二足走りになっちゃった。追い越された。
ドルが曲がってんだよね。つくば署って、つくば署ってそんなにないよね。ハブナット、ハブナットがお取れたか。まさかの結末になりましたね。ハブナットの一応閉めてたんですけど、割りピンね入れてなかったんですよ。地層だからと思って。でちょっとハブナットの締め付けも甘かったのかな。タイヤが、外れかけるということになりました。なんかふにゃふにゃするなって思ってて、止めてみたらそんな感じでしたね。あとはセレクターに関してはちょっと遊びが大きいんで、もう少しカチッとなるように、貼ればいいね、貼ればいいんじゃないでしょうか。うん、そうすればいいかなと思います。エンジンの調子も悪くないので、うん、大丈夫かなと思います。調整してね、ちょっとまた走れるようにしたいなと思っております。こんな感じになっちゃいましたけど、楽しいベスパのベスパ作りだったなと思っています。そしてね、楽しい1年でしたね。振り返ってみると、最初はね軽トラキャンピングカー作りから始まって、その後バス軍曹と東京旅もありましたね。で帰ってきてからはブブだ、ブブを7月8月9月10月、結構やったね。ずっとブブやって、最後1ヶ月ベスパをやるというね、そんな1年でしたね。うん、また来年のスタートはとりあえずベスパで行こうと思っています。まだなんだろう、原付キャンピングカーの方もちょっとリフォームして、このベスパ組んでね、引いてちょっと歩きたいなって思ってるので、それに向けてねちょっとリメイクしていきたいと思います。ベスパからできれば電気を原付キャンピングカーに引きたいんだけど、どうしたらいいかなとかっていうのもね、今後考えていきたいと思います。はい、皆さんはどんな1年だったでしょうか。皆さんに素敵な年越しが来ることを、心から祈っております。1年間ご視聴ありがとうございます。また来年もよろしくお願いいたします。はい、ピクシンチャンネルでした。ありがとうございます。良いお年を。